あれもやっておくんだよ、グズ。お姉さま、私のハイヒールも磨いておいてね。私は灰川葵、この家の長女だけど、小学生の頃にお母さんが亡くなって、今の新しいお母さんが来た頃から家ではこんな扱いを受け続けています。それでも食べるに困るわけでもなく、大学にも行かせてもらっているのだから、私はまだ恵まれていると思って耐えてきました。でも、いいなずけですか？うむ、長く付き合いのある取引相手のご子息がずっと結婚相手を探しているそうでな。厳しいんけといえば、奥様がすごく厳しくて、何人もの花嫁候補が泣きながら逃げ出しているっていう噂じゃありませんか。だが名家も名家、我が家よりはるかに格上の家柄だ。ぜひとも親族の末席に加わりたいし、断るなどできん。うちの子をいびられた挙句に不合格の不名誉を背負わせるような目に合わせるのはごめんですからね。ああ、じゃあ葵を嫁に出せばいいのでは。地味すぎて先方のお眼鏡にかなうとは思いませんけど、あちらが断るなら不義理にはならないでしょ。私が結婚、今の私の立場で見ず知らずの相手と結婚なんて嫌ですなんて言えるはずもないのでした。よろしくお願いいたします。厳しい家のお屋敷は私の家よりも何倍も広く、映画や漫画でしか見たことがないような豪華さでした。使用人も何人もいるようで、灰川家も一応は父がそれなりの会社を経営しており、歴史もある家柄ですが、明らかに格が違うと思い知らされました。ようこそいらっしゃいました、灰川葵さん。僕が厳しいに英二です。こちらこそ。英二さんはとても礼儀正しくクールな印象の方でした。声が上ずってしまうくらいにはイケメンです。ただ初対面でも笑顔一つなく、お母様だけでなくこの方も厳しいのかもしれないという不安が頭をよぎりました。早速ですが、これから1週間あなたが当家にふさわしい女性かどうか、この家を将来的に取り仕切る資質があるかどうか見定めさせていただきます。あなたもうちの息子が結婚相手として満足できる人物かどうか、この期間で見定めてください。見定めるだなんて、そんな遠慮はいりませんよ。こちらが試すようなことをするのですから、同じように試す権利はあなたにもあります。花嫁候補が何人も逃げ出しているという噂は本当のようです。婚約したものの蓋を開けてみると全然気に入らないということが何度も続き、それで婚約とかの話を進める前にこうして試験のような期間を設けるようになったとのことでした。当家には使用人もおりますが、その指揮を取る当主の妻が掃除の仕方一つわからない、掃除の知識もないではお話になりません。他の家事もそうですが、きちんとできる人が指示を出すからこそ使用人も安心して従えるというもの。まずはこの部屋の掃除をやってみせてください。はい。今日は使用人の大半に休暇を出していますから、手伝ってくれる人はいませんので、そのつもりで。あ、結構です。掃除については波以上に行えるようですね。いえ、もともと綺麗なお部屋でしたので。では次は料理をしてもらいます。はい。では葵さんには今晩の家族の夕食を作ってもらいます。私と夫、そして英二とあなたの4人分です。どんな失敗作でも夕食はそれ以外に何も用意しませんので、そのつもりで。はい。それで何を作ればよろしいでしょうか。それを決めるのもあなたです。このキッチンに用意された器具、食材、調味料は好きなだけ自由に使ってもらって構いません。わかりました。用意してある食材は、主食のお米とパン、じゃがいも、人参、玉ねぎ、ニンニク、牛肉、豚肉、鶏肉。お肉は高級そうだけど意外と普通ね。というか食材の種類が少ないのは、限られた食材にどう対処するかを見たいということ。この材料なら普通はカレーか肉じゃが、でも一品だけ作って終わりというのも味気ないし、これで何品作れるかって試されてる。ご家族にアレルギーや好き嫌いはありますでしょうか。いえ、僕にも両親にも食べられない食材やアレルギーはありませんよ。お酒はお飲みになりますか。僕は飲むとしても付き合い程度なのでどちらでもいいですが、父はワインが好きですね。ありがとうございます。
メインに豚通しと玉ねぎを使ってハンバーグステーキ、付け合わせに人参のグラッセとふかしたじゃがいも、小鉢に肉じゃが、人参だけの人参しりしり風炒め物、オニオンスライスには鰹節をまぶしてサラダ風に。鶏の白ワイン蒸しはワインの魚を想定したのね。そして味噌汁の具には玉ねぎとじゃがいも。素晴らしい手際ですね。ええ、片付けを並行して行いながらこんな短時間でこれだけの品数を仕上げるとは大したものです。では味の評価を下す夕食にいたしましょう。肉汁が溢れ出ることはないけれど、おいしい。切っても肉汁が出ないのに口の中では溢れ出てくる。しかしつなぎに必要な卵は用意した食材の中になかったはず。あ、はい。パンをフードプロセッサーで粗くひいてパン粉にして、牛乳とマヨネーズに浸してつなぎに代用しました。うん、なるほど。マヨネーズの原料は卵、調味料は自由とした条件内で起点を聞かせたのですね。うんうん、この鶏料理もいいね。特にソースが実にうまい。ハンバーグに合わせるつもりで赤を持ってきたが、醤油系のソースで食べる蒸し鶏にも合うものだね。そのソースは玉ねぎをすりおろしてお醤油をベースに、ツヤオリーブオイル、レモン汁などで味を整えました。どれも美味しいですね。品数、味、起点や気遣い、どれもほぼ満点です。個人的にはもう少し薄味の方が好みですが、当家の味はおいおい覚えていただけばいい話。よろしいですか、あなた。もちろんだとも。この蒸し鶏を食べていろんなどあるはずもない。お口に合ったようで何よりです。あとは当人同士二人の問題です。年寄りはもう口出ししないので、あなた方でどうするのか決めてください。あ、そうだった。緊張と試験に夢中で意識がいかなかったけど、これ花嫁試験だったんだ。僕はもう心を決めています。試験で緊張しているにもかかわらず、まず食べる人のアレルギーを気にする優しさは本物だと思いました。僕としてはこんな料理を毎日食べられたらこの上ない幸せです。え、それってもうプロポーズ？いや、その目的でやってるんだけど、どうしよう。あ、もちろん返事は急ぎません。まだ初日ですし、一週間ゆっくり考えてください。なんでしたら、まずは結婚を前提としたお付き合いからでも構いませんので。はい。母は家のことを取り仕切れと言いますが、僕個人としては外で働きたいならそれでも構わないと思っています。僕の会社でよければ就職をお世話しますよ。まさかの最速内定。こうして私は花嫁試験を初日でクリアしてしまいました。どっちかっていうとお眼鏡にかなわないで追い返されるんじゃないかって思っていたので、割と想定外です。どうしよう。バスタオルを持ってきましたよ。こんなに早く合格をあげられるなら使用人たちに暇を出す必要はなかったのだけれど。ありがとうございます。この傷跡どうしたのです？あ、それは、あ、やっぱりこんな傷だらけの醜い腕じゃ両家の花嫁にはふさわしくないよね。まあ考える必要がなくなって楽になったかも。腕の傷跡、これはどうしたのです？それは、その、申し訳ありません。なぜ謝るのです？私はあなたの腕の傷の理由を聞いているのです。それは、その、こんな体では花嫁にふさわしくないと思って。そんなことはありません。母もそんなつもりで聞いているんじゃありませんよ。ええ、もちろん。よく見れば新しい傷もありますね。もしかしてずっと今もなおひどい目に遭っているのですか？実は今の母は生みの母ではなくて。なるほど、お話は分かりました。葵さん、一週間と言わずうちにいてください。結婚の話は関係なく、そんな目に遭う家に帰る必要はありませんよ。その通りだ。さてそれより、当家の花嫁にそんな仕打ちをする愚か者には相応の報いを受けてもらわなければ。父さん、まだ結婚は決まったわけじゃありませんよ。でも全く同感です。愛する人にそんなことをしたというのは憤る理由としては十分です。葵さんがどのような決断をするにせよ、当家の総意として認めた花嫁候補、葵さんへの過激は当家への宣戦布告と同じ
そのことを思い知ってもらわなければ。安心してください、葵さん。厳しい家はあなたの味方ですから。はい、ありがとうございます。でも一応は家族ですので、お手柔らかにお願いします。葵さん、あなたは優しすぎます。それが一番の魅力ですけど、こんな目にあってまで。被害者である葵さんがそういうのであれば、徹底的に追い込むことは控えるとしよう。しかし当家として態度をはっきりさせ抗議しなければ。そのくらいはよろしいですかな。はい。その後どうなったかというと、私は大学の卒業を待たずに英治さんと結婚することになりました。今は大学に通いつつ、厳しい院家の取り仕切り方などを学んでいます。家事炊事以外にもしきたりや行事などを覚えることが多く、結構大変です。卒業後にどうするかは今のところ考え中です。実家はどうなったかというと、厳しい院家が関係する企業との取引は全部切られたそうです。厳しい院家がしたのはそれだけとのことですが、どうやら厳しい院家を激怒させたという噂は関連業界で知れ渡り、相当苦しい立場になっているとか。まあ今となってはあまり興味もありません。おかえりなさい。ただいま、葵さん。早く葵さんの顔を見たくてダッシュで帰ってきました。まあそんな、毎日こんな感じでとても幸せに暮らしています。